今夜は2016年の11月6日に GO! このコーナーは過去にあったいろんなエピソードをその時その場所に飛んで紐解いていこうというコーナーです。今週は2016年の11月6日に GO! ということでお便りが来ております。読みます。マニアネームリーさんから、アイリちゃんこんばんこんばんこんばんマニア、こんばんこんばんこんばんマニア。はい、やばいね、私最近自分ちょっとやばいなって思うことが増えたな。皆さん、くしちゃんどう思う？うん、うん、じゃない。そういう時はそんなことないですよって言うの。うんじゃない。時空探偵アイリ、振り返ってほしいことがあります。2016年11月6日はヤジサツの日に GO! ということで、あの日からもう4年なんだな。毎回 DVD を見ても感動するし飽きない。さらにヤジサツのハーモニー最高だった。二人のライブ待ってるぞーということで、台湾の方からのメールでした。何のことっていう感じかもしれないですけど、ヤジサツっていうのが、よく、こう、アイドルのグループとか、まあ、いろいろこう、グループに所属している団体があると、この子とこの子のペアリングが好きっていうの結構、まあ、アニメでもあるじゃないですか。でそれで矢島のヤジと鈴木の鈴でヤジスズっていう、ヤジスズっていうカップリングが好きな人がいて、でまあそのキュートのリーダー矢島まゆみちゃんが矢島だから、その子の矢島なんですけど、ヤジスズでこうイベントをやろうっていうことに初めてなったのが2016年だったかな。え、これ初めてだったかな。で11月6日にちょうどイベントを2人でやっていて、でその時は記念になっちゃったっていうか、こう記念にしたんですけどね、個人的にこちらたちでも初めてじゃなかったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、でそれ以降11月6日は矢島の日だって言って盛り上げていこうって言ったんですが、まあその後キュート解散してからなかなかできていなくて、あ、初めてじゃないな、これ2回目だ、この2016年は。多分この前に2012か3ぐらいに初めて多分やってて、で2016年に多分認定したのかな。で2017年にキュート解散しちゃったので、その後がなかなかないんですけどね。まあすごい、これ大人の話になっちゃうんだけど、同じ事務所にいながら部署が違うんですよ、私とヤジちゃんって今。だからなかなかね、スケジュール調整とかが難しくてね、ルールとかさ、ちょっと違うからさ、それがあるんですけど、まあやりたいよねっていう話をこうメンバー同士はしてます。あとはそのスケジュールがどうとか会場がどうとか、あのコロナウイルスもあるからなかなかなと思って、本当はね今年もね11月にやろうと思ってたんですけど、まあいろんなことがずれ込んだりしてしまって、今月はねできてないんですけど、そうなんですよね。ちょうど私の思い出は11月6日は、あのまあ基本的にエジスズのライブってアコースティックライブっていう括りでやっていて、人の歌も歌うし、キュートとか自分の曲も歌うんですけど、その中で初めて彩香さんの三日月を私がソロで歌ったのがこのライブで、でその時から結構三日月をよく歌わせてもらうようになったっていうのは記憶的にあるので、自分的にも結構印象深いライブではあります。でやっぱり一人でやっていると、こう誰かと一緒にやるっていうことの素晴らしさにも気づくんですよね。こう一人じゃ考えられないハーモニーがあったり、それこそ今もハートトゥーハートっていうライブ事務所の先輩ってやってますけど、あれも基本的にはソロで歌っているので、最後の曲だけみんなで一緒に歌ってハーモニーが生まれるんですけど、やっぱこうハーモニーがあると曲の素晴らしさの聞こえ方がやっぱ違う、変わってくるっていうのもあるし、特にヤジスズっていうのはもうなんか十何年、下手したら20年弱ぐらいの仲なので、音楽的なハーモニーだけじゃなくて人間的にも分かり合えてる中だからこそ生まれる空間っていうのがあるじゃないですか。やっぱキュートは解散してしまったけど、じゃあキュートの曲を誰が歌い継いでいくのって、もちろん後輩も歌い継いでくれるとは思うんですけど、本人がねまだ歌える立場にあるんだったらやっていきたいよねとは思っていて、だからぜひね、一緒にやれるんだったらやりたいっていうことで、まあ話はねしてるんですよ、実は。皆さんすごい言われるんですよ、愛理ちゃんヤジスズ忘れてないみたいな。忘れてない、やってる。ぜひ皆さんも忘れずに、結構最近ファンになった方は何事って思うかもしれないんですけど、基本的にはファンクラブ会員の方が来れるイベントとして行うことが多いので、ぜひもし行ってみたいな、それがあったらって今思った方は今のうちに入っておいてもらいたいなと思いつつ、私もやれる日を楽しみにしております。だから急遽やるってことが決まったら、みんなも今の2人だったら何が歌ってほしいかなとか、何をやってほしいかな、何喋ってほしいかなとか考えておいてください。急に何してほしいですかって私がいつもみたいにツイッターでつぶやく可能性もあるから、ぜひ皆さん考えておいてください。ということで、ヤジスズラブ、私もヤジスズさん大好きだからね、
ぜひ、二人の関係性が見たい方は、今年の5月のゴールデンウィークにやった私のインスタライブのアーカイブが残っているので、それを見て、雰囲気をつかんで、今日の話を思い出してください。ということで、今週は2016年の11月6日の話でした。